今日はラキオ関連などをしたいと思います。今8月、もし8月、あと1ヶ月もすれば、まあ、ラキオキノコのシーズンに入るんですけど、よく聞かれるのが、ラキオの木ってどんな木ですかと。まあ、私もね、そこまで木に関してはそんな詳しくないんですけど、結構ね、松って結構北海道とかいろいろ、たくさん種類あるんですね、こうやって。ここは札幌市内の林なんですけど、ちょっとどんなものがあるかっていうのを、ちょっとね、キノコシーズンが始まる前に、ちょっと、解説というか、ちょっと、動画にしてみました。はい、まず、この松ですね。幹が、そうですね、こんな、魚の鱗のように、こんな風に結構なってる。これね、でちょっと幹も少しですけど、ちょっと赤っぽい。これはね、赤エゾマツっていう木なのかな。こっちの方が見やすいかな。こっちの方がわかりやすいか。ちょっとなんか、ね、若干赤っぽい。で、木も結構こうやって、魚の鱗みたいに剥がれる。どうすんだ。で、葉っぱが、こんな、まあ、葉っぱで判断するのは、非常に、難しいような気がするんですが、冬に葉が落ちるとか落ちないとかね。で、秋用の木っていうのは、冬はもう全部、葉っぱが落ちますね。あ、これ赤エゾマツの葉っぱですね。こんな感じです。結構細かい、細いっていう感じがしますけどね。これか。やっぱり何といっても特徴はやっぱり幹がややちょっと赤みがかっていて、これちょっと赤みがかってるで、幹が剥がれるっていう。これが赤エゾマツです。この下にはラフィオキノコはなりません。じゃあ他の松を見てみましょう。お、あったあった。こいつ。さっきの松と違って、全然表面がもう、鱗みたいのが全然ほとんどついてない。で色もどちらかというと赤というよりは白っぽい。で、こんな感じ。まあまあ、葉っぱで見分けるのすごい難しい。大きいのになると、これは白樺です。あった、こういうの。これはトドマツですね。ちなみにこれは冬も葉っぱは落ちないようです。こんな感じですね。さっきとまあそんな変わらないような気がするけど、こんな感じですね。なんかそんなにね分厚くない。でこれもラキオはならない。これ松茸とかがなる場合もあるようです。でこれなんですよね。この木がラキオですね。まず、幹がさ、さっきの二つと比べると全然違う。赤エゾマツと違って、木は、まあ、こういった、鱗ではないけど、剥がれるんだけど、さっき見たら、細かくはないですね。結構縦にこうやって、長く。うん。で、幹もまあ、色はさ、赤エゾとちょっと似てて、ちょっとまあ、やや赤みがかってはいるけど、でも何が違う？やっぱりここが違うね。表面。で、これ冬になると全部葉っぱがね、落ちちゃうんですね。葉っぱでちょっと見たいね。葉っぱなかったかな。これがカラマツです。葉っぱ。特徴がすげえ難しい。なんか。こんな感じです。まあ見て覚えるしかない。